匂いヶ岳の戦いは、永正六年六月十七日の夜半に、現在の京都市左京区の匂いヶ岳周辺で行われた戦い、戦闘の規模、京都への再進行を試みたのか、阿波国への帰着の突破を図ろうとしたのかは不明。地図などによると匂いが谷と記載されることもある。永正四年の永翔の作乱で、細川正元は、養子の細川清の一派に暗殺され、もう一人の養子、 細川澄本三吉これ長は住行派の追悼を逃れ一旦、大海の黄河に退却したが、すぐに京都に進行し住行派を打ち取った。澄本は細川氏当主の座を奪い取りこれ長も澄本の側近として栄達を遂げた。このような混乱に乗じて、明王の政変で、正元に追われた前将軍、足利義種が大内義雄を頼って上落しようとしていた。 この動きを察知した住本は祖父である、細川茂之や正元の三人目の養子、細川高国に頼んで、大内義起らと和睦しようと格索していた。しかし高国は、家督奪取を企て逆に義起らと通じ、翌栄昭5年3月17日に、伊勢三宮と称して、京都を脱出、伊賀守護の日記校長に身を寄せるという事件が起きた。細川住元月日。 住本の両国だった摂津、丹波の主だった国人たちはこれ朝への不満から、高国方につき、大内軍が接近しつつある情勢を不利と判断した。住本や野城は、自らの屋敷に放火をして再び大海に退避した。翌10日に、高国が入居。6月9日に、足利義種は、堺から受落し、7月1日に、再び将軍職につき、高国は完了。 義しは官僚代にそれぞれ任じられた。こうして、住本を追放した高国は、細川氏当首となった。その後、摂津の国人で住本派であった池田忠政は、内ちに、阿波に逃れたようとした、芥川文後の神も、台風で遭難、無前神の養子であった、芥川信方も、高国から幸福を許すと言われて、境におびき出されて殺害され、 大海からだと徴兵も困難が伴い、住本は、活路が見出せない状況に陥っていた。この状況を打開するため住本、野町は、翌栄昭6年6月に、美和湖を渡り、お関越から6月17日に、如意ヶ岳に3000名で婦人をした。これに対して、高国、大内連合軍は2万から3万兵で、如意ヶ岳を取り込むように婦人をした。その後戦闘状態に突入したが、 住本、これながらは、阿波へ逃走した。住本、これながらの京都奪還は、失敗に終わったが、まだ脅威は残っていた。それは吉種に、将軍職を奪われた。足利義澄であり、高国の入京と入れ替わるように義澄は、京都から逃走し、久野里市を、頼り、大江岡山城に入ったが、10月2日に高国と、吉沖は、 追道軍を差し向け岡山城の戦いに続くことになる。この戦いは大きな戦闘はなかったのではないかという説もある。住本、これ長軍は3000名前後しかおらず、この戦力で京都奪還を目指すというのは戦上手であるの長が立案するとは考えにくく、戦局の打開、阿淡い逃げ帰ることが目的であったとも思われている。また、夜大雨になったのを利用して走ったという記述を、 見受けられるため、両陣営は退治したが、刃の大雨に紛れて逃げ去ったという説もある。ただ、公家日記によると、京都周辺で、落ち武者への追悼が行われ、六十名前後が捕獲、処刑されたとあるので、小規模な戦闘はあったと思われている。馬部隆弘の見解によれば、当初は祖父である阿波の細川重之との攻撃を狙っていたものの、もともと細川清志の側であった。 佐ヌの香川氏、香西氏、安富氏らが高国に呼応して、英正5年2月頃より、住本川の寒川氏や阿波への侵攻があったことを指摘しており、佐ヌ勢の侵入を警戒した茂行が出陣を控えたために正気を失った住本川への撤退に踏み切らざるを得なかったとしている。また、この件がきっかけになって、茂行やこれ持ちが両国、 阿川の保持を優先して高国との戦いに消極的になり、その後の住本の戦いの不振の一因になったことも指摘している。戦後、これ町の市長州は、父と別れ、伊勢に逃亡したが、高国が手を回し宇治山田で最後を遂げたと言われている。また、多くの文献でこの、匂いヶ岳の戦いで住本は、 阿波へ逃走したという記述が見受けられるが、10月2日の岡山城の戦いで逃走したという説もある。ありがとうございます。